体育館の天井に挟まったマッチョ助けゲーム、やっていきます。モードセレクトレスキュー、マッチョを無限に救出しよう。チャレンジ12のマッチョを急いで救出しよう。まあ、レスキューか。とりあえず無限に救出したいしね、マッチョ。うっさちょっと、うっさうっさいし、感動だな。天井のマッチョにボールをぶつけて助けよう。おい、マッチョも一応人間ですよ。天井に挟まったマッチョを助けるために開発された特殊なボール。は？開発だ。どこで使うのそれ。当たっても痛くない安全加工なので遠慮なくぶつけよう。上を向いて左クイックで投げる。本当に痛くないんか。結構バウンドするよこれ。ほら。ね、とんでもない角度でバウンドするけど。本当に痛くないの？視点、移動、なんか移動の仕方がなんか、何この、ちょっとリアルな感じやめてほしい。ズーム。で、ズームできんの。上を向いて左クリックでボール投げて、下を向いて左クリックボール拾い。上を向いて右クリック、スペシャルボール投げ？やってみていいかな？何これ？なんか普通にボール挟まってんだけど。待って、あれ、なんかこれもう挟まってない、マッチョ。なんかもう挟まってるよね、数人のマッチョが。何、怖いんだけど。普通に怪奇現象でしかない。何これ、これスペシャルボールじゃない。ちょっと投げてみるわ。しょうもないし、くっそ痛そう。死んだ？ねえ、死んだよね。すわ、マッチョ殺したわ。一人のマッチョぶっ殺しました今。これもう助けていいの？ここでボール拾って。あ、回復した。で？おい、なんでそこに挟まったの？お前、どういうこと？挟まるとこ、ここだけじゃん。足の棒だけじゃん、これ。筋肉すごすぎて、もう、足だけで体、全体重支えてる。ジャスティス。ちょっと待って、おい！意味わかんねえって。なんつった今、ジャスティスっつった？ジャスティスっつったしさ、お前さ、お前さ、その体感あるなら自分で出てこいよ。お前何？どういう何？どういう心境今？何を考えてそのポーズを取ってんの？何こいつはどうすんの？放置？こいつが気になって無理だよ。急に襲ってきたりすんなよお前。痙攣した。とんでもない。衝撃を受けすぎたんだろうな。ほら。来た。だからそれやめろ。ほら。とんでもない。うわぁ！もう何これ。クソ声、増えた！なんで増える？助けるけど。意味わかんないって、こっち向くな。おい、いてえか、おい、いてえよな、おい、来いよ、降りてこいよ、お前、早く降りてこいって。こいつ、ぎっちり詰まってんじゃん。こういう時のスペシャルボールじゃない？ぎっちり詰まってるから。効果力で追い出すんだよ、これ。いくよ。はい。ジェスティス。しょうもな。なんなんこれ。超しょうもない。もうなんか、今までのゲーム史上一番しょうもないかも。
増えた。なんで増えるの。お、なんか赤ちゃんみたいにいるし、大きい赤ちゃんいる。あ、こっちも赤ちゃんみたい。かわいい。ちょっと、なんかちょっとかわいい。ちょっと待って、え、怖っ。え、気持ち悪い。ゾンビみたいのいいんだけど、何、助けよう。え、怖い。襲ってきたりしないよね。あ、来た。ジャスティス。はい。待って。ん？いや違う、何も感動しない。やめて、感動さあ、涙を流しましょうみたいな、やめて。歌うな。平然と歌うな。普通ですけどみたいな顔して。でもこいつ何なの？盛り上がってきた！おい！おい！おい！できやしない！おい！ないな！サビ来るこれ！サビ来る！どうしよう！うわあ！お母さん！お母さん、ここまで来たよ。嘘みたいだよ。またちょっと待って、まだ助けさすの。ほんでこの青いマッチョの説明は、爪だけ肌色だし、何があったのお前マジで。一番何があったの。ちょっとね、赤いマッチョいる。青マッチョがいれば赤マッチョもいます、この時代。すごいすごい。説明は、え、なに、チョコレート名人。待って、色付きマッチョ助けたら BGM 変わる感じ。めっちゃいい曲。こういう曲待ってたんだけどね。えほんで平然と歌うな。どういう気持ちでマッチョ助けなきゃいけないのこれ。え、ガチみたいじゃん。ガチじゃないですからね。え、これ自分で流してる曲じゃないからね、やめて。あ、これまた BGM 変わんな。これうっせえ、うるせえんだ。下げても変わんねえ。ちょっと BGM 変えてみる。かっこいいけど。キーサメに触れるやんけ。おい、霧雨に触れんな。ほんで、なんでマッチョ助けたら BGM 変わんの、意味わかんないんだけど。え？ちょっと待って。え、ちょっと待って。え？なんか外に超巨大マッチョいるんだけど。マッチョの巨人。びっくりした、マジで。え？え？え？ちょっと待って。ピエン、めっちゃ懐かしいんだけど。そっか、これピエンと同じ制作者なくさすか。そりゃ喋れなくもなるわな。これ絶対さ、これ俺の予想言っていい？こいつ落としたらピエンの曲流れそう。絶対そう。だろうな。知ってたよ。ピエンピエン、クソ懐かしいわ。え、待って、野生のはっ。ピエンボールになってんだけど、あくまでもピエンは押していくスタイルなんだ。違うゲームになってもピエンは押していく。ピエンを忘れるなと。なんかね、流行るだけ流行ってね、 YouTuber に消化されてね、あとはもう触れられませんみたいな、それやめてくれと。もっとピエンを覚えてよってこと？クソ懐かしいわマジで。あと一人？オッケー。もう何人助ければいいんですか？もうやめましょうよ。
増えたー。え、これエンドレス？もしかしてこれエンドレスかな。あ、チャレンジなら10体で終わるよね。え、何これ、レスキューモード。あ、レスキューモードじゃん。マッチョを100人以上救出でクリア。ん？メタルマッチョ桜。分かった、やるよ。やりゃいいんだろ、やりゃ。いやでも、いや、これでいいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ。ほら、増えた、増えた、視局変わんねえ。だって変なマッチョいないもん。やめた。あ、こっちだ、こっちじゃん。10人のマッチョを急いで救出しよう。こっち10人で助ければ終わるのに、俺62人助けて終わんなかったんだけど。チャレンジ行くわ。間違えた。急げ急げ急げ。なんかすごい BGM すごいから急げ急げ。これさ、もうさ、分かった、俺スペシャルボール全部撃ち落として、スペシャルボールだけでクリアしていく、そういうスタイルでいきたいと思います。よし、俺がマッチョを助けるんだ。あの時、ほら、見てるだけで何もできなかった。ただひたすらに天井の裏にマッチョが挟まっていくのを見てることしかできなかった。だが今は助けることができる。そう、天井に挟まったマッチョたちよ、来たよ、僕が来たよ。さあおいで、マッチョ。ありがとう。ありがとう。みんなクソ踊ってる。意味わからん。ガチで意味わからん。すっげえ踊り出した。よかった。なんか俺も嬉しいよ。マッチョを助けれて。あ、すごい。いや、すごくねえ。